どうもジェフ研究所です。おはこんばんにちはすごいこと、はい、すごいことなってます。何これ。ということで本日のジェフ研究所は、うん、ぬいぐるみを収納したいと思います。やったー。収納っていうかディスプレイっていうかね、うんうん、両方兼ねたそんな素晴らしいグッズがありました。はい、これねかなりいいんじゃないかと思ってます。このグッズ実は半年前ぐらいから買ってあったんだけど、うん、なかなかやる機会がなくて、うん、今になっちゃったんですけど、はい、実はねちょっと使ってみたらめちゃめちゃいい商品だったので、これはおすすめしたいと思います。はい、はい、推し活グッズの定番ですよね、ぬいぐるみっていうのはね、うん、みんなまあたくさん持ってると思うんですけど、まあ、プライズだったりね、うん、一番くじだったりもそうなんし、まあ、普通に買ったりすることもあると思うんだけど、はい、今のこのアニメグッズっていうのは本当にぬいぐるみが絶対ありますし、はい、すごい可愛いですからね。可愛い、うん、ついつい買っちゃうと思うんですよ、うん、まあ安くはないですからね。まあ確かに、まあ、クレーンゲームでやったとしてもねなかなかかかってしまう、うん、そうそうそう 2,3,000 円かかっちゃったりする時もあるしね、うん、まあそんなぬいぐるみたちなんだけど皆さんの家にもたくさんあると思う、うんうん、1個2個だったらいいんだけどさ可愛いからどん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 集めてったらさ、うん、こんなことになっちゃうわけです。なっちゃってる、うん、まあ、みんなね多分同じ悩み持ってると思うんですね、うん、はい、で今回はそれをスッキリ収納可愛くディスプレイ、うん、という感じで提案していきたいと思います。おー楽しみ、うん、はい、ということで本日紹介するのはこちらのグッズです。はい、楽天で買いました。ドアなんかでっかいこれ、うん、なんだこれって感じじゃないですか。なんかくるまってるよ。全くわかんないと思うんだけどね、うんうん、でちょっと一回ぬいぐるみどかしてちょっと見せます、うん、はい、はい、すっきりした。あ面白い、うん、はい、これですね、はい、こんな感じの商品なんですけど、うん、ちょっと白飛びしてるかな。確かにかな、ちょっと白飛びしてる、はい、こんな感じかな、うん、はいはい、こちらの商品名がちょっとわかんないんですけど正式名称が、うんうんうん、こちらはぬいぐるみウォールポケットというものです。ぬいぐるみウォールポケット、はい、つまり壁掛けということですね。あ、壁に掛けられるんだ。壁に掛けられるタイプのディスプレイ収納となってます、うん、はい、壁って言ったら、まあ、ポスターとか、まあ、そういったものをねこう飾っとく感じになると思うんですけど、これを壁にかけてぬいぐるみを飾れるというものなんですよ。はい、はい、めちゃくちゃ便利ですよ。すごい、はい、しかもねお値段が2,999円。安い、送料無料、めっちゃ安い、うん、安すぎなんですよ。どういうこと。素材だけでもねそんな安くないだろうなと思うんですよね。すごくしっかりしてますよ。しっかりしてるんだよね、うんうん、金具だったり布だったりビニールだったりね、はい、いろいろついてて3,000円ぐらい、安い、うん、でこれ概要欄にリンクありますので後でチェックしてみてください。はい、で、ちょっと開きます。はい、展開すると、あれやれやれやれ、はい、こんな感じです。でかい、でかいんですよね、うん、これ横が156センチあるそうです。うわー、身長と同じくらいあるね、えかなりでっかいんですよね、うん、はい、でこっちの横が60センチあるそうです、うん、60センチ、うん、横もなかなかでかいんですよね、うんうん、こんな感じになってます、はい、今回買ったのが1,2,3,4,5,6 6段タイプ、はい、うん、なんだけど5段タイプも売ってます、うんうん、お好みで選ぶ感じになりますけど、はい、今回買ったのは6段タイプ、うんうん、これを壁にかけるんだけどかなり入る感じしません？すごい入る気がします。156の60だから相当いっぱい入るんだよね、うんうん、ただ1個のこのブースが結構でかいんで。確かにここ大きいです、うん、ちっちゃいぬいぐるみはもしかしたら合わないかもしれない、うんうん、まあ、例えば、うん、このぐらいのぬいぐるみだとちょっと、うん、ちょっとね大きすぎる感じではあるんだよね、うんうん、なんかさこれのさもう半分ぐらいのタイプだったら、うん、このちっちゃいネギルもめちゃめちゃいっぱい並べられるなと思うんだけどね。2個いけますね。ね、ちっちゃいミニタイプとかあったらいいんだけどね。12段でお願いします。あ、12段ね、はい、これ最高だね、うん、まあ、今回はこのでかいネギルミ、うん、例えばこんなちいかわ飯店、はい、うん、これをじゃあ入れてみるとすると、あ、ぴったり。あ、ぴったり、うん、うん、こんな感じの大きさ。ちょっと余るけど、はい、すごく可愛いです。可愛いですね、うん、あとまあワンプレストさんのトモノイ、うん、このぐらいのサイズです、はい、サイズ感的にはこのぐらい、うんうん、ちょっとトモノイでも結構
余裕ある感じなんでね、うんうん、じゃあはい、サービスエリアとかお土産屋さんによく見る熊のぬいぐるみ、はい、ご当地熊私が集めてる。じゃあこの前名古屋のオフ会で買ったこの田中を入れたいと思います通称田中ね。はい、はい、私の田中で買って、あーちょうどいい、これは田中入れだったんだ。田中って言ったって誰もわかんないからね。まあまあ田中って呼ばれてるらしいです。このご当地ベアの名前をつけて田中になっております、うん、勝手に言ってるだけだよ。はい、私がつけました、うんうん、これを並べるのはいいかもしれないね。いやこれ絶対皆さん集めたくなりましたよね、うん、同じサイズ感で入れられると綺麗かもしれない、ね、かもしれない。でもちっちゃいのをたくさんこう重ねて入れるのもありかなと思うね、うん、なんかもうつむつむつむみたいな感じでたくさんもういっぱいちっちゃいのを入れるのもありだね。ありありあり、それも可愛いかもしれないね。うん、うん、まあちょっといろいろやり方はあると思うんですけど、はい、まあ、こんな感じでこれが6段ありますね。でかいよね、はい、まあこれさ単純にこういう風にぬいぐるみをたくさん飾れるのもいいんだけど、はい、飾り方も素晴らしいんですよ。うん、まあここにこういう風に穴3つ開いてて、うん、まあ、ここにフックとかねつける感じになってくるんだけど、はい、3つの飾り方があります、うん、まず1点目なんか痛そう、わかりますかね、うん、画鋲フック、画鋲とフックが合わさったやつ。おー、これでこう壁にぐさっと刺して、うん、ここにさっきの金具をこう引っ掛けるって感じですね、うんうん、壁に穴が開けられる人はこれがいいかも。そうですね、自宅とかだったら OK だよね、うんうん、賃貸とかだとちょっと難しいかもしれないですね、はい、うん、壁にこれをねぶら下げるって感じですね、うん、このタイプ、はい、うん、で2つ目これこんな感じ、なんだこれ、 L 字型のフックになってます。はい、でここをここにね、うん、両面テープがついてるんですよ。結構強力な粘着の両面テープがあるんで、うん、まあ、棚とかにこう引っ掛けて、うん、こんな感じ引っ掛けてここに吊るす感じ。わあ、これ冷蔵庫で使ってます、まあ、これなんか意外と便利かもしれないんだよね、実は。うん、ちょっとしたとこに飾れる可能性がこれあるなって、うんうん、もう一個あります飾り方。まだあるの？これがすごいです。なんだこれ。今回やるのはこれ、この字型のフック、うん、斜めで、うん、これね、みんなの家にドアあると思うんだけど、ドアにこれを飾ることができるんですよ。これ結構分厚いドアでもいけるね、うん、です ね、 ね、ここにドアこう引っ掛けてここに、うん、これは両面テープとかついてないですね、うん、ここにはね、はい、こんな感じ。今回はこれで飾ってみたいなと思います。はい。じゃあ飾ってみますか。うん。はい。はい、こんな感じでドアあります。はい、結構高さがあるドアですね、これ。おじさんより大きい。うん。100、これ2メートルぐらいあるかな。うん。190から2メートルぐらいあると思うんだけど、かなり大きめのドア。ここにこう引っ掛ける。このフックを引っ掛ける感じ。こんな感じですかね。おー、本当だ、引っかかってるちゃんと。引っかかりますね。やっぱね、うん、もっと分厚いドアでもいけそうな感じね。そうですね、うん、はい、こんな感じでやってさっきのを引っかける。はい、はい、こんな感じです。はい、こんな感じいいかな、うん、あ、すごいいいと思います。ちゃんとちゃんとこうピンとするんだね、ここね。本当だ、うん、ピンとしてる、うん、まあ、あんまり重くするとね、うん、ちょっとここも傷んできちゃうかもしれないけど、はい、うん、今のところまあ大丈夫かな、うん、はい、これで締めます。はい、これ締められんのかな。嘘、そうなんだろう。お、あ、大丈夫だね。全然閉まった。あ、大丈夫、すごい、うん、あ、でもちょっとここを見てください。なんだなんだ、ドアノブがなくなりました。本当だ、ドアノブない。ドアノブを犠牲にする形ですね。はい、犠牲にしましょう。まあ開きますけどね、うん、まあまあ使えますね。使える、うん、あ、すごい、これさ、でもちょうどここがくぼんでたから、うんうんうん、これがすっきり入る形なんだよね。確かに出っ張ってないもん、ここ。本当だ、ここたまたまこうなデザインだからそうなんだけどさ、うん、まあ、実際壁につけちゃったら、うん、これがモリッと出てくるから、うん、ちょっと圧迫感出るかもしれないね。はい、うん、まあ、こんな感じのドアだったらぴったり合うかもしれない。はい、156しかないって割には結構でかくない？これ結構下までありますけど、もっとでかい気がするな、これ。170ぐらいありそう、これ。はい、ある気がします。森ちゃんぐらいありそうだよね。はい、うん、
あーもういいね、めちゃくちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛い、うん、で横にファスナーがこうついてます。ほこり防止になってるんだ。一個で下からも、うん、結構あります、ね、下と上からいけます、はい、だこういうさ洋服のしまうやつあるよね、簡易的なクローゼットみたいなのある、ね、確かに、うん、あんな感じのイメージです、はい、というわけでここに今からいっぱい入れていきたいなと思います。はい、じゃあ入れてみましょう。はい、じゃあこのベアをバーッと並べてみます。はい、ベア持ってるだけ入れたいと思います、うん、あ、私でも一番上入れられる。あ、入れられる、うん、届く。はい、これは空のやつ、飛行機の限定のやつ、うん、あ、ちょっと頭でっかいけど、いけるね。でも全然大丈夫、足が持ってこいそう。一番上大変だね、ちょっと、ね、段差が欲しい、ね、はい、一番上ちょっとあの身長低いと大変。え、これめちゃくちゃ可愛いね、この足のとこが見えるのがいいね、うんうん、これ用じゃん。はい、そうで、これは大阪のたこ焼き部屋大阪行った時に買いました。すげえ、あー、かわいい、かわいい。はい、次はこの山梨県のクマ。あ、すごい、こんなのもあるのか、はい、綺麗だね。よいしょ、よいしょ、おー、クマ4つ。どうですか、めちゃめちゃいいと思う。あー、かわいい、すごいかわいい、これめちゃくちゃいいですね、うん、じゃあ全部入れてみます。はい、じゃあ全部入れてみましょう。はい、こんな感じで飾ってみました。あー、最高に幸せな空間になった。すごいね、うん、あそこドアですよ。ドア、うん、なんかドアとは思えない感じだけどね、全く思いません。これすごいね、うん、ほら、うーん、これご当地部屋飾れようみたい。ご当地部屋にぴったりかもしれないね、うん、だ4つずつ入るから24個入る感じですね。じゃあ24都道府県でちょうどいいですね。のコメントです。あ、なんか舞台でこれはまさか名古屋でオフ会で間違って買った、はい、クマと思ったらヤバトンのクマですねヤバトングマ、はい、やばいですね、やばいやつで、ここちょっと足りなかったんでチーカワを詰め込んでみました。なんかこのちっちゃいのを入れてくのも可愛いですね。うん、ちっちゃいのはちっちゃいのでいいかもしれないね。大きい小さいでみたい、うん、ここもう自由でいいかもしれないね、うん、はい、一番下にはトムの絵入れてみました。あー、ブイク横になってる、面白い。ちょっと行名がね見当たらなかったんだけど柱を全員入れてみました。これなんかぐしゅぐしゅっと入れても絶対可愛い。うん、こんな感じでね上下にしてもいいかもしれないですね。可愛いです、うん、あとは後ろに缶バッジとか、うん、なんか飾ってもいいかもしれない。布ですもんね、布だからいけないこともないんじゃない。うん、うん、まあ大体のサイズ感はこんな感じです。はい、いや素晴らしい、可愛い、うん、はい、今日の研究はここまでです。はい、はい、めちゃめちゃいい推し活グッズだったんじゃないですかね。すごく楽しかったです。もっと早くね紹介すればよかったですね、こんないいグッズだったらね、はい、まあ、いろんな飾り方があると思いますんで、うん、皆さんもぜひ購入したらツイッターの方で、うん、ハッシュタグ J-HOBI 研究所をつけて投稿してください。はい、どんな飾り方してるのか僕らも気になりますんで、うん、概要欄にリンクありますんでぜひ購入して挑戦してみてください。はい、また気になる推し活グッズだったら紹介したいと思います。チャンネル登録お願いします。お願いします。ではこんな感じで、それでは。